はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましての人は、はじめまして、白熊です。今回ね、レッドゾーン19号ドクターゲロなんですけども、このメンツわかりますか皆さん。そう、激ボス古い順に並べてみました。途中までですけどね。まずはガーリックジュニアですね、虹です。でもこいつボスキャラあって激ボスないんだよな。なんで激ボスないんだよ。これ何ないんだろうね。こいつ激ボスだもんね。違うかな。違ったらコメントでください。ターレス虹が誰だっけ。スラック虹、虹、ムトツ、虹です。やっていきましょう。あれ、ガーリックジュニアって激ボスだよね。あれ違うんかな、俺の勘違いなんかな。撃ってくんな。最悪だ。111番も食らったらそら死ぬわ。いやだ。食らいたくねえぞ。3000しかないやん。いや無理だって。いや俺死ぬんちゃうこれ。いやこれむずいわマジで。たかがおじいちゃんとマシュマロの相手に俺苦戦してるわ。マジでマジでムカつく。路線変更、クーラーに対して俺はクーラーで倒す。絶対許せれるもんじゃねえ。なに、助けてくれ、みんなみんな助けてくれ、みんな助けてくれ、無理。さあ今回バース合体13号や、今までのはなかったんや。だいぶ皆さんはっきり言っていいですか、めちゃくちゃきついんだけど。何このこの、なんだろう、めちゃくちゃきついねんけど。ちょっと燃えて燃えて、難易度をさらに落としたからまあいけるとは思うけど、今度はクーラーが不利になるからそこはちょっと注意だ。うん、もうもうお前らさっきからボコスカボコスカだわ。めちゃくちゃきついよ正直。本当にきつい。久々にこんなきついの味わった。まだここはいいよ、ここはさ緩いだろう。で多分これで俺今レッドゾーン何回目のチャレンジか分からへんもん。こいつらのためにもう咲き上がって、よしよし、 OK、 回復もできたからメタルクーラーね。オッケー。あ、うめえ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 、これうめえわ。あ、スラック置きます。もうここスラックちゃんの防いでもらおう。これアイテム使った方がいいんかな。まだ読まれへんなこれ。どうなんだろう。撃ってくる、これアイテム使った方がいい感じ。どんな感じ。あ、使った方がいいっすね。扱った方がいいっすわこれ。もう燃えて燃えて、俺死んじゃうって。使った方がいいっすわ。みんな使いましょうアイテム。一番きついのスラックと13号なんだよ個人的に。頼む、通常必殺だけでもいい。そうすればちょっと安心できる。そう、スラッグと13号が多分この中チームの中で一番足を引っ張ってると言っても過言ではない。特に13号、スラッグよりもあいつがバケモンすぎるぐらい足引っ張ってるわ。スラッグはまだ回復効果とかあるから
まだいいよ、ここでは有利特性だしね。13号や問題はさっきからオッケー、すいません途切れて申し訳ない。これは途切れにしようか。どうしようもない、やばいやばい、これは勝てるのか。4ゲージ、いやーどうだろうな、アイテムはまだ使ってないから一応いけるっちゃいけるんですけど、ただドゲンしようかな。でも一旦継続で、ここで技キダも取りましょうか。いや力が先だ、力技速だな。待機弾は取ろうか悩んだけど、待機弾は取っても足りねえよ。で残り3ゲージの2ゲージ半ぐらいにはなるかな、ならんな、 2.8 ぐらいだ、ね、なったとしても俺の読みが当たればだけどね。メタルクーラー正直会心に振ってもいい気がすんだ、最近思う今日この頃。スキル玉で会心入れよっかな、ちょっと悩むとこだね。はい、オッケー、なんとか勝つぞ。癖が強いやつら揃ったな、また。もうここで倒せれたら倒したいですね、倒したいですね、なるべくなるべく倒したいでございます。 OK、 なんとかこれでいけるか。お互い13めちゃくちゃ咳込んだ。お互い13号を使ってる身だ、どっちが弱いか決めようじゃないか。うー、思った以上に減らんけど724万と。サポ欲しいなこのメタルクーラー。2.5、 いや 1.5 か。ここで会心よ、分かってるクーラちゃん、会心よ会心よ会心よ、分かって、うん、あーお前は空気よ、今会心出すんかい、空気空気 OK。 527万、会心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 、絶対会心出せ絶対会心出せ、ここは一旦で倒したい。あ、 OKOKOK、 いけるいける、 OK ナイス、素晴らしい。で回復とメタルクーラー効果で回復できると。ここはアイテム効果がまだ継続してるからいけんことはないけど、どっち取るか、こっちでいくか。で力木玉取ってチキ玉取ると、大丈夫、アイテム効果がある。 OK、 いよいよ、この回避無効だった気がするんだよな、回避するキャラいねえんだけど、勝って、あ、ちょっとまずい、ちょっとまずい、孫悟空、あいよし940、まあこっちはねガーリックジュニアがいるからサポが効いてると思っていただいていいかな。そい、こんだけ火力があるのに回心が出せないこのジレンマ。必殺も一発打ち出しな、しょっぱいな、そい、オッケー、よし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 、悪くない流れからの、えい、僕は相当手のように甘くはない、一人残らず根絶やしにしてくれる、消えてなくなる、めっちゃ熱い、激アツや、これ激アツイベントや、よし、相手を使います、落ち着け落ち着け落ち着け、これを取ります、チキ玉取ります、で速キ玉取ります、 OK、 よし、いける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 、852万、あれだね、ターレスのサポも効いてるからめちゃくちゃ伸びてるわ。
OK、2.5 いけるよ。1177万。 OKOK、 サポが効くとめっちゃ軽く伸びる、めっちゃ伸びる。ありがてえ、めっちゃありがてえ。頑張れ、もう一発、もう一発、もう一発。オーケー、危ねえ。まあてな感じでいかがだったでしょうか。まあ今回ねちょっと激ボス集団でやらさせてもらったんですけど、まあ今回前半ということでまた後半やっていくんですけど、めちゃくちゃきつかったわ。クリア時間気にしないで、ガチできつかった。ほんまにここまでレベル落とさなクリアできんのかと。まあなんたって13号が一番足引っ張ったからまあしゃあない。はい、まあてな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。